小学5年で陸上を始め、父の姿を見て、マラソン選手になりたいという夢がずっとあった、と憧れる。普段から助言を受け、全国高校駅伝に向けては、なおさんも過去の大会映像を見返して対策を考えてくれているという。父からの思いも強いので、頑張りたいっていう気持ちが大きい。自身も卒業後はトヨタ自動食器に進み、父と同じ実業団選手の道を歩む。 新たなステージで羽ばたくため、高校最後のレースを笑顔で終えるつもりだ。伊藤瀬理科、現チームでは唯一の都王子経験者でもある。1年次に2区、40975キロで出場。4位の高位置でタスキを受け取りながらも区間11位にとどまり、順位を落とした。チームは最終的に9位。3秒差で入賞を逃しただけに、1、 肉で流れを作ることが大切だけど、その流れを作れなかった、と悔やむ。さらに、昨年は県大会でライバル筑紫女学園に敗れて都大路で走れなかった。今年は、リベンジという気持ちも、挑戦という気持ちもある、と意気込む。父の自家、ただし、さんは安川電機の選手として駅伝、マラソンで活躍してきた。下森も小学5年で陸上を始め、 父の姿を見て、マラソン選手になりたいという夢がずっとあった、と憧れる。普段から助言を受け、全国高校駅伝に向けてはなおさんも過去の大会映像を見返して対策を考えてくれているという。父からの思いも強いので、頑張りたいっていう気持ちが大きい。自身も卒業後はトヨタ自動食機に進み、父と同じ実業団選手の道を歩む。新たなステージで羽ばたくため、 高校最後のレースを笑顔で終えるつもりだ。伊藤セリカ。